え、こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はアートブレイキについてお話ししたいと思います。まあ、好きなドラマの中でももうベスト3に入るドラマですね。えー、昔はね、あんま得意じゃなかったですね。どっちかってフュージョンから来るとどっちかとタイトさに欠けるイメージがあったんですけど、でもやればやるほどものすごくタイトな部分が、こう音楽にすごくタイトな感じがするんですよね。非常に、えー、人間的にも好きなドラマですね。 えー、1919年はピッツバーグ生まれで、最初はピアニストだったわけですね。で、マイラス、モンク、パーカーなどと演奏して、1950年メジャズメッセンジャーズを発足します。1956年はホレス・シルバーが脱退して、1958年はベニー・ゴルソンが入団でする。1959年は危険な関係のブルースという映画で、えー、まあ、えー、挿入官を演奏したりとかですね。まあ、この辺がもう前世紀ですね。1959年ウェイン・ショーター入団ですね。この辺が一番脂が乗ってる時期で、で 一旦こうちょっと衰退して、また1980年、ウィントン・マルサイスが入団して、またこう、まあ一世風靡していくという形なんですが、それではちょっと全体的に細かく見ていきましょう。1919年、ピッツバーグ生まれですね。ガレスピーの二つ下でパーカーの一つ上で、も本当にあの、もういわゆるそのビバップ創世期の、もうメンバーの中にいるわけですね。で、もともとピアニストだったみたいなんですね。で、 なんかその、有名な話でこう、ピアノで演奏してたら、え、こう、マフィアに銃を突きつけられて、で、お前どけと。お前ドラムのとこ行けと。で、その、なんかお前下手くそだからと。で、まあ、まあ実際ね、え、そこに行ったらこう、ピアノ弾いたらエロールガーナーだったっていう、まあこれエロールガーナなんかどうかって、これなんかで読んだんですけどね、エロールガーナーだったっていう話ですね。エロールガーナーっていうのはあの、ミスティを作曲した人で、ものすごいきらびやかなピアニスト弾くんですね、え。ー あの、エンターテイナーっていう感じのピアニストですが、ブレイキーはまあ、あんまりそれほど上手くなかったっていうミュージシャンから、えー、聞きましたけど、えー、ということだそうですね。なので、エロールガーナーに仕事を奪われてドラマになって、最初は下手くそでみんなに、あの、いやいや言われるんですが、まあ、えっ、ー、と、ガレスピットすごく仲良かったみたいで、あーだこうだ言いながらやって、えー、非常に上手くなっていくそうです。僕は、テクニック的にはかなり上手いと思ってますけどね、アートブレイキーは。本当に素晴らしいと思います。 で、えー、1940年から60年までのニューヨークってもうめちゃくちゃすごいわけですよ。だからもうマイルスとかもう有名な人たちがもう、もうこう、隣り合わせで並んでってですね、ジャズクラブが立ち並んでって、朝までセッションやってる店があって、みたいな。まあ、アフターセッションギグって言って、こう、もう本当に、えー、アフターアワーズって言うんですかね。えー、夜中からこう、ミントンズ・プレハウスとかそういったところで文句が、えー、バンドホストやってたりとかして、まあそんな感じで毎日合宿状態だったみたいですね。だからあの、 こう、マイルスのこの自伝とかも読んでも、えー、夜中こう、JJ ジョンソンがやってきて、あの、パーカーのあのフレーズのあの、カンファーメーションのここのメロディってどこだったっけ教えてくれ、みたいな。夜中の何時にこう、やってきて、みんなが興奮してそうやってこう、どんどん音楽を革新していったっていうのはすごい楽しそうですよね。だからこう、えっと、いろんな まあ日本でもそうですけど、ジャズのこう歴史とかも見てみたりとか、イギリスのブリティッシュジャズっていうのもあるんですけど、全体的にみんな、どこもやっぱりクオリティも高くて、上質でもめちゃくちゃ面白いんですけど、やっぱりこう、ニューヨークのすごいとこっていうのは、すべて音楽のこう、フォームというかやり方というかコンセプトを全部作り上げていくのはみんなニューヨークなんですよね。だからそういう、それをあちこちでこう、えー、いろんなミュージシャンがこう、 作り直していくっていう、そのコンセプトを使って作っていって、で、その中に上質なものがいっぱいあるんですけど、その突き進んでいくっていう人たちがいっぱいいたら、ブレイキーなんかももうスタイルですよね、一つのね。そこがすごいところだと思います。えー、ジャズメッセンジャーズっていうのは、もともと で、まあ、イスラム教に開教されるんで、1947年にはジャズメッセンジャーズっていうバンドを作ってるそうなんですね。別のメンバーでね。で54年でホレスシルバーとソートバンドでハードバップっていうジャンル、まあ、ジャズメッセンジャーズの名前をけてやっていくことで、このバンドを、まあ、要は評論家たちがハードバップって呼び始めるわけですねで。その言葉が痛く気に入って、後で自分でハードバップっていうアルバムを作ってたりするわけですよ。 で1956年にはホレス・シルバーが脱退して、まあこれはいろんなこう諸説あるわけですね。まあ奪い取ったとか、ああだこうだ。でもホレス・シルバー自体は別にそんな特に、あの、なんか心があったわけではなくて、まあただ音楽性が違って、まあ抜けたみたいなことを言ってみました、ね。で、まあよくあることなんで、で、メッセンジャーズっていうバンドの名前自体は、まあ多分ブレイキンが言い出したことなんで、えー、なんかブレイキー、まあ、 ね、イスラム教のメンバーも多かったしということだったそうなんですが、ジャズメッセンジャーズっていう名前を使っています。で、まあ、軍師ベニーゴルソンがその後こう入ってくるわけですね。で、ジャキー・マクリーンとかその辺とかもいたんですけど、皆さんあの、お薬関係でですね、みんな捕まったりとかしてですね、えー、ハンク・モブレーもいたんですが、もう皆さんこうその辺こうちょっと悪癖があって、ベニーゴルソンっていう方はすごくこう、まあ要は、 まあ、ビジネスマンでも非常にあると思うんですがこう、映画ターミナルにも出演してて、あのー、トム・ハンクスのやつですね。で、ターミナルでこう国を失って、で、彼がその、なんかこう、その、お父さんか何かの、えー、やつで、こう、遺言みたいなやつで、その、ベニー・ゴルソンのこうライブを見たくて、 で、サインもらいに行きたくて、ずっとそこのターミナルに留まるっていう話だったと思うんですけど、あのー、一回見ましたけどね。で、最後、ベニーゴルソン自体が出てくる人ですが、まあ、本当にあのー、こう、いわゆる商用的なものがうまかったというか、で、まあ、えっ、ー、と、ブレーキと一緒に、まあ、後釜に入ったんだけど、すごいブレーキの演奏に心惹かれて、この人と一緒にやりたい。これを売りたいと思ったんだけど、まあ、メンバー時間がもうぐちゃぐちゃだわ。まあ、 まあ、お薬とかそういったもので、どんどん捕まったり、ああだこうだで、でもトラブルばかり起こすので、いい仕事がもらえない。なので、時刻と服装、えー、まあ、服装はですね、パノニカに揃えてもらったという話なんですが、本当かなみたいな感じ。でもありそうですよね。で、ステージングの管理とかですね。要は、まあ、演奏する曲とかですね。で、まあ、その、もう、もう一番、こう、遅刻徴収癖っていうのが、もう、あの、アートブレーキだったそうなんですね。なので、アートブレーキの、もう、 迎えに行ってですね。で、こう、もう時間、時間通りに演奏が始まるようになってから、すごいい仕事がいっぱい入った。服装はですね、えっ、ー、と、全員がですね、スーツ、揃いのスーツで、えっ、ー、と、カフスボタンには、えー、ジャズメッセージ JM って書いてあってですね、下着も揃いできてたそうなんですよ。でこの辺、だからパノニカに買ってもらったんじゃないかっていう話なんですが、もう本当かな。で、まあ、ステージングの管理っていうことですね、曲とかもで、ブルースマーチとかは、まあ、 マーチって叩いてくれって言ったら、ブレーキがそん、そな俺はジャズミュージシャンなのに、バン、マーチなんか叩けるかって言ったらしいんですけど、一回だけで、一回だけでいいからってって叩いたら、もうその、もう、びっくりするぐらいお客さんが乗って、それからはもう、あの、テーマソングみたいになっていくみたいな感じですよね。 モーニーはですね、ピアノのボビーティーモンズがその、たったらららった、じゃんじゃんみたいな弾いてたのを聞いて、あ、それ絶対受けるからって言って、で、サビ作ってくれって言われて、で、作ったんだけどね、なんかこんな感じじゃなくてさ、もっとなんかファンキーな感じがいいんだよとかって言って、じゃあお前作れよって言われたりとかして、でもあの、いや、これはお前の曲だから、お前クレジットしなきゃいけないからお前が作るんだって言って、今の曲ができたとかね。まあ、こう、まあ、すごくこう、 なんていうんですかね、バンドをうまく回すのがうまくて。で、これでもうすごい有名。もともと有名だったものがもう一役かなりこう、いい仕事がどんどん回ってきて、みたいな感じですね。で、まあ、危険な関係のブルースの映画とか、1959年にだから、結局ウェイン・ショータがこう入るじゃないですか。 で、ウェインショーター入団するとき、この辺が一番脂が乗ってるんですけど、危険な関係のブルースって、危険な関係っていう、えー、映画があるんですけど、も見たんですけど、ノープロブレルムっていう曲なんですけどね。えー、ヌーベルバーグ映画って言って、この当時だから初刑台、マイルスのね、初継台のエレベーターとかもそうですけど、まあフランス側も新たなヌーベルバーグって、まあ、新しいウェーブなんで、要はボサノバと一緒ですね。え、ニューウェーブっていう意味ですね。ヌーベルってニューっていう意味。えー、なので、こう、新しいそういうこう、 なんかこう、うん、世間に問うみたいな感じの映画だったと思うんですけど、見たんですけど、かなりこう、えげつない映画でしたね。なんかその、夫婦が二人ともめちゃくちゃ浮気するんですよ。で、お互い浮気したことをお互い相手にこう、報告すると。で、俺は結局お前に戻ってくるから、みたいな感じで。で、奥さんがその、旦那がこう、落とそうとしてる若い子、学生の女の子に、こう、なんていうのこう、浮気するの。だから、女の子を説得して、 たりとかですね、するんですよ。で、結局、その、男性の方が、ちょっと本気になりそうなのを見越して、で、こう、別れさせて、で、ちょっとお互い、こう、見学なムードになってぐちゃぐちゃになっていくっていうお話なんですけど、だからこれ、危険なハゲのブルースってなんかこう、全体的にブレーキがやってるのかなと思ったら、ほぼほぼ、8割がダモンクの曲なんですよ。いきなり、クレパスカル・ウィズ・ニー・ネリーとかですね、あの、これ、あの、 文句のあの、えっと、おばあちゃんのネリネリに捧げた曲なんですけど、えー、もうちょっと変わった曲なんですがで、それが一番最初、もうほぼほぼ8割ぐらいずっと文句の曲が流れてましたね。で、後半の一番最後のダンスのシーンのところで、ダンスのしか、まあ、要は、 まあ、今で言うとクラブみたいな感じなんですけど、誰かの部屋でこうバンで読んでて、で、黒人ミュージシャンがこう演奏してるから、おお、これ本当に出てるわと思ったら、全然こう似ても似つかないミュージシャンがいてですね、しかもね、音楽と手が全く合ってなくて、ちょっとおかしかったですけどね、全く合ってなくて。 もう全く合ってなかった。<laughs> 本当に、そんなに言うな、みたいな感じですけど。あ、こんなに合ってなくても映画って成立するんだなと思って。一般の人は分かんないですよね。だから、音が鳴ってないのにどの叩いてるんですよあ。いいのかな、こんなんで、と思ってたんですけど。まあでもその、 音楽の挿入歌としては後半はちょっと激しくなっていって、で、一番最後の、あの、シーンのところで、ドラムがバーってソロが始まって、ダララララララってノーグルブレが始まるという形なんですね。危険な関係って映画のために作られたブルース。ブルース、ブルージーな曲なんだけど、ブルースホームじゃないんですよね、これね。はい。というわけで、えー、ヌーベルバグ映画。この辺、だから、かもう、かなり、そ乗ってて一番、こう、有名になっていく時期ですね。 で、トロントのジャズフェスティバルで、ウェイン・ショータが、まあ、えっ、ー、と、そのメーナード・ファンガそソンのバンドで演奏してたら、なんかそのリー・ウォーガンが、その競技場で演奏してたんだけど、そこで、あ会ってこう、ステージにとか走ってきて、お前メッセンジャーズに入りたいかって言って、で、あのー、まあ、あの、入りたいです。もう、この時乗りに乗ってるね。この、こんな時代だから、乗りに乗ってる時だから、で、えー、っていう話をしたら、えっ、ー、と、アートブレイキーが、じゃあ俺が掛け合うって言って、 えー、まあ、ちょうど入ったばっかだし、ファーガソンは、まあ、いや、せっかくいいやつ入ったのに、なんだけど、お前のバンドはセクションマンなんか必要ないだろう、あんなソリストとしての、あのー、プレイヤーは。っていうことでですね、えー、ウィン・ショーター入団するわけですね。で、まあ、もう、途中からもうカーティス・フラム入って参加の重厚バンドになってて、もう、えー、だから、日本のフェスティバル来た時とかも、えー 他はビッグバンドばっかなんだけど、もう3巻なのに、ものすごい重厚で、ものすごく日本人は喜んだみたいですね。あの、もう来るってことで、多分、その時ビートルズの、ビートルズが来た時よりも、あの、俺たちの方がすごかったんじゃないかなってブレイキーが言ってるぐらいですから、相当いい歓迎だったみたいで。でしかも、ヨーロッパとかの場合は自分たちでホテルを取るんですね。で、ジャズミュージシャンってそうですけど、結構あの、適当に、あの、 なんか、お客さんのうち泊まったりとか、結構したりするんですね。僕らも未だにやったりしますけどね。僕はもう結構ホテル取っちゃいますけど。でも,も、若い時とかもう公園で寝たりとか、これあの、えー、あの人とかもそうですね。ブライアンブレードですね。ブライアンブレードが結構あの、えー、 なんか、若手の時にツアー回ってた時に、えー、ホテルが、結局ホテルで自分出すんだったらちょっとギャラが減っちゃうからってことで公園で寝てたって話も聞いたことがあるんですけど、まあ、僕らもそうですね、別にそんな止まらなくても元気だったしね、別にお金はなかったけど、全然そんな感じでしたね。日本人の演奏は非常に大好きだったってことですね。ウェイン・ショータは入団した時にも、またウェイン・ショータのショーでまた話しますけど、あのー、ウェイン・ショータの評伝があって、かなり、あのー、コルトレーンの パクリだとか言われたりとか、でも、ヤングコルトレーンって言われてたらしいですし、で、その、やっぱり、こう、親分派なつって、だからその、よく、こう、みんなでこう、なのこう、ツアー行くときもすごく仕切ってくれるし、ブレーキーでてね。で、こう、なんて言うのかな、こう、こう、ミュージシャンにこういうふうに、こういうふうに演奏するんだぞとか、必ずその、演奏する前に、え昨日の尻拭いをするための演奏だと思ってやるんだぞって言ったりとか、あと、こう、なんだろう、 こういろんな、こう、お父さん役みたいな感じ。で、みんなで、あの、キャンプ行ったりとか、そういうのもするような人だったみたいですけど、バンドがだから、その、同じメンバーでずっと動いてて、家族みたいになっていくって感じが、すごいしますよね。すごい、そういうところって、日本ってなかなかそういう、だから僕も若い時とかもそうですけど、できるだけ同じメンバーで、 ちっちゃいお店でもいいからたくさん演奏したい。そういうミュージシャン、日本でも今でもたくさんありますけど、それはやっぱりそういうこう、同じ時間を共有して同じ曲をずっとやって、こう、成長したいみたいなところがやっぱあるんですよね。やっぱり絶対変わっていくんで、昨日やって、今日やって、明後日やって、明後日やって、明後日やってってやっていくと、どん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 こう、昨日はああだったから、とかって、相手のこ裏読みみ、裏読みっていうのがやってる、なんかこう、どん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 ,どん音楽がこう、 なんて消化されていくというかね。で、バンドメンバーで一緒にご飯食べたりすると、その時にいろいろ話したりするので、そこが一番すごい、えー、とこですね。だから、こう、ニューヨークなんかでも、その、ビレッジバンガードっていうのは一週間ずっと全部同じバンドでやるんで、それでものすごいこう変化していくっていうのがすごいですね。そういうことができるっていうのは、やっぱニューヨークはすごいところだと思いますね。日本だとなかなかそんな同じ街でね、できないですからね。あのー、やっぱこの当時ってすごく、やっぱり、こう、 ニューヨークっていうのはもうブロードウェイで何かを見たら夜は、その週末とかも絶対にこうジャズクラブに行くっていう、なんかもう、なんて観光名所のこの順番みたいなのがあって、もうそんな、もう多分そういうのに書かれてる。もう今言ってもね、やっぱり書かれてるんですよね。あの、こういうとこ夜はここ行くといいよみたいな感じで、えー、バードランドとかそういうところが書いてあるんですね。ブルーノートとか書いてあってもツアーも組まれてたりとかする。だから観光客がいっぱい来るんで、全然そういうふうになって、で、しかもその、 やっぱりこう、若い世代の人たちがその時のポピュラーミュージックだったみたいで、1959年、ちょうどウェインショーダーが入ってる時、このあたりはもすごかったみたいですね。で、その、 か若い子たちだけが座れるような安い席がちゃんと用意されてて、コーラで朝まで飲んだり踊ったりできるっていう、そういう席も用意されてたみたいなんですね。だからそういうこう、受け入れた姿勢みたいなところもやっぱすごかったんじゃないかなっていうふうには思いますね。だからそういういい時代だったんでしょうね。ちょうどその時のもうポピュラーソングでいい時代で、あの、ジャズがもう本当にこうもてはやされてた時代だったんだと思うんですけど。 で、一旦やっぱ下火になるんですね。あの、この後、やっぱりビートルズがやっぱすごい、あの、ビートルズ、 来週とか書かれてますからね。ビートルズがやってきたみたいな感じですね。全部ポピュラーに取られちゃうわけですね。で、やっぱりみんな下火になっていて。でもまあツアーとかしたりとかね、観光地としては全然良かったんだろうけど、まあヨーロッパのツアーとかもいっぱいやってたんですけど、やっぱだん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 こう下火になってきた時に、1980年代にウィントンマルサデスが入るわけですね。18歳のクラシックで有名だったウィントンを投入して、でもうこれ、こうジャズとしてもう一回盛り上げようという、多分、 なんかこう、ニューヨーク市切ってのなんかプロジェクトだったんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、で新たなジャズムーブメントができて、 ま、この当時はだからですね、ボビー・ワトソンっていうサクスのプレイヤーがですね、楽曲が有名でタイム・ウィルテルとかフラー・ラブとか、ものすごいこう、細かい決めがずっとあって、それをずっと繰り返すっていう曲なんですけど、学生の人たちがよくやりますね。僕らも未だにやったりしますけど、タイム・ウィルテルとかね、フラー・ラブとか、えー、フラー・ラブはですね、えイン・ケース・ユー・ミス・トゥイッツっていう名前になってたりとかするんですが、 それのなんか最初の理フよく質問があるんで僕昔動画作ってますけどそんな感じの、えー、スタイルになってますのでだから、えー、アートブレイキっていう人自体は僕はすごいいいし、えー、ジ,ャズジャズってかっこいいなーって思うバンドだと思うんですね、えー、ものすごくこう何て言うのこうハードなハードバップっていう言葉が合うんじゃないかなと思うんですけどドラマーとしてはもうフレーズがすごくねあのー もうアートブレーキリックっていうのがいっぱいあって、これまたちょっと特集しようかなと思ってるんですけど、ぜひアートブレーキ聞いていただきたいなと思います。だからアートブレーキってやっぱりね、1959年代頃に撮られてるやつとかの辺が結構面白いんですけど、その前とかね、あの19、1900もうメッセンジャーズができた頃とか、その辺が面白いんですけど、全体的にまあ似てるんですよね。でも量産してどん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 出してるっていうちょっと時代だったのような感じがするんですけど、 はい。なので、そういう意味でも、なんかこう、どれ聴いても同じ感じだから、だんだん飽きられていったっていうところもちょっとあったりするのかなとは思うんですが、でも、細かいとこ見ると、めちゃくちゃ、まあ、どれも面白いですね。僕もだから、一番多いじゃないかなと思います。ドラマの中でね、アートブレイキーの、あの、曲、アルバム数が一番たくさん持ってるんじゃないかなと思います。えー、非常にかっこいいドラマだと思いますので、えー、ぜひ聴いていただけたらと思います。 えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。